あちゃん？何？学生の頃から癖だったけど、未だにたまにやってしまう。なんでもない。うん。ゆうくんはこういう時何も聞いてこない。多分気づいてても何も聞いてこない。やばいよね。ゆうくんと一緒にいて、本当は毎日幸せなはずなのに、なんで私は未だにこんな感じなんだろう。この日はこのまま何も話さないで抱き合って寝た。ゆうくんは私が泣き止んで寝るまでずっとギュッとして頭を撫でたりしてくれていた。ああ、私なんでこうなんだろう。もうどうすればいいんだろう。